has been excellent lately. There's excellent. A lot of very big fish in the river right now. よろしくお願いします。They really wanted to get yes. bigger. Yes. Yeah, yeah, yeah. 3 meters. Oh, okay. 本当に。お願いします。2人が狙う第3の怪魚、目標は3メートルに決まりました。フレーザー川のホワイトスタージョンは非常に気まぐれだと言われています。餌にすぐに反応してくる場合と全く興味を示さない場合とがあるというのです。一つのポイントにこだわらず臨機応変に移動しなければなりません。この日まずブライアンさんが選んだのは餌となるサケが集まる水深の深いポイントでした。So this whole area here, there's sturgeon in here and they're moving around looking for food. And because the pink salmon are coming from the ocean, there are always sturgeon in the deep water. Always. ブライアンさんの魚群探知機には2メートル以上の大物は魚の形で映し出されます。早速大物が見つかりました。ボートを止め、いかりを下ろします。アンカー打つんですね。はい、あ、メスに手をかけた。水底にいるホワイトスタージョンの大物は、短時間のうちに大きく動き回ることはほとんどありません。うん、あとは餌を沈めた時の反応次第。じっくり攻めてダメならすぐ移動を決断する。それがブライアンさんの作戦です。ビッグフィッシュ have no problem. Try to go straight back. これまで2種類の怪魚で水野さんに先を越された竹石さん、今回はいち早く大物を釣り上げたいところです。2人は静かに大物の反応を待ちます。ベビーストルジョン、fighting and small other small fish. They grab the bait and just like this. Mm-hmm. When a big sturgeon comes along, it's like this and down. Bain bain da kino. Bain bain da. しかし大物は反応しません。ブライアンさん、わずか10分で見切りをつけました。It's time to move. Okay. Okay. No bites. No bites. ほら。餌には小魚がつついた跡だけがありました。魚群探知機を睨みながら水深の深い場所に沿って移動します。There's one there. 出た。映った。Big sturgeon here. でかい。再び大物の反応です。よし。2
水野さんと竹石さん2つの餌が水底に沈められました。I think we will get some big bites very soon. I need that too. 果たして水野さんとブライアンさんの直感は当たるのでしょうか。その時水野さんの竿が少し震え始めました。ブライアンさんが言っていた通りの竿の動きです。ものすごい勢いで糸が出ていきます。全体重だよ今後ろ。マジか。どう。マジでどんな気なんだ。Okay, I do it. うわあマジで。待ってフルロックしてるって。どうしてこれ。うわあ。いやいいけどこれちょっと待って。ラインすごい出たよこれ。たちまち100メートル糸が出ました。残りは200メートル。ライン大丈夫？やばいかも。はい。はい。こいつとてつもなくでかい。160ぐらいではこんなに出ていかない。水野さん、チャンスを見て巻き上げますが。魚は全くひるみません。寄ってきた。水野さん、スクリューに糸が巻き込まれないよう位置を変えます。全体重をかけて竿を引きますが、魚のパワーに体ごと持っていかれそうです。握力は早くも限界。うわぁ。How are you doing? Very hard. ようやく魚の姿が見えました。巨大なホワイトスタージョンです。あるなこれ。あるな。頭でかい。頭でかいですね。2メートルちょいぐらい。イエー。ブライアンさん、ボートを岸に寄せ、魚を浅瀬に引っ張り込みました。目標は3メートル。獲物の大きさは。まずこっち式でやろう。はい。おーっと。
2m 228.5。 はい、 2m28cm、 推定体重 150kg。 初めて釣り上げたホワイトスタージョンとしてはとてつもない大きさです。本当にこんな2メートル超えが深場にはゴロゴロいるんですね。一発目で超びっくりした。結構当たりもいきなりでしたね。そうですね、一気にギュッ。すごい川だこれ。すごい川ですね。すごい川だ、ね、本当に。最大で150年生きるというホワイトスタージョン。川に帰っていきました。またしても先を越された竹石さん。悔しいながら水野さんの力を認めざるを得ません。でも見てたらこれ以上のサイズ、2メートル後半3メートルを戦える人間だなと思いました。釣り人だなと思いました。はい、それ体力的な問題ですか。まあ技術も、まあ、なんでちょっと笑うんですか。いや技術を体力でカバーしてる。絶対3メートルは取れる。本当ですか、うん、その技術はもう多分に未熟なので体力でカバーしますじゃあ、はい、こうなったら目指そう。そこ多分でも次元が違うんだろうな、はい、北米大陸に海魚を追う今回の旅、3メートルの目標をクリアできるのか。残るはあと1日です。チョウザメの一種であるホワイトスタージョンはかつてキャビアの採取のため乱獲された時期がありました。しかしおよそ20年前に法律で保護が義務付けられてからは養殖のホワイトスタージョンからキャビアが生産されています。キャビアが採取できるまで平均15年。1匹からおよそ5キロのキャビアが取れます。この地域のキャビアは1キロ25万円という高値で取引されるカナダの特産品です。この日釣りを終えた水野さんと竹石さんはホワイトスタージョンのキャビアを味わいに出かけました。So this is our fresh caviar. Oh. 一皿およそ8,000円。まさに黒いダイヤです。一方こちらは養殖されたホワイトスタージョンの身のグリル。お値段は2,000円。おーいっちゃいます。ほらすごいことしますね、はい。豪快。おいしい。濃厚でございます。濃厚ですね、はいはい、なんかなんか栄養がすごいぎっしり詰まってる感じがしますね。ほんと少ないですけどそこになんかスタージョンってほんと長生きする魚でもう何十年も生きるじゃないですか。で何十年も生きた中でこのほんとちっちゃいこの少ないですよね、体の大きさから言うと。だから栄養がぎっしりもう凝縮してるような気がします。ほんと美味しいです。一方のグリルのお味は、なん
かすごく弾力があって、うん、なんだろう、ポークソテーみたいな色合いといい、ね、はい、少し白身ですけどほんのりちょっとピンクがかったような感じで、肉質もすごいしっかりしてますね。じゃあすいません、お先にいただきます。はい、うん、竹内さん、はい、美味しいです。これ美味しい。なんか魚にしてはちょっと筋肉質というか、うん、身が締まってちょっと肉っぽいですよね。ですね、はい、あ、これは美味しい。美味しいです。これ私チョウザメってキャビア以外あんまりそんなに食べられないのかと思ったら本当に身も美味しい魚なんですね。美味しいです。そう考えるとよく生き残ってきたなと思いません？そうですね、まあ、だからこそ数が減って今保護されてるっていう背景でもあるんでしょうけど、はい、それでも絶滅しなかったっていうのはすごいことですよね。そうですね、素晴らしい。なんかこうすごく自分でも日本人っぽいなと思うんですけど、はい、味わうことでその命の重みをより感じるというか、はい、いただきます、ありがとうございます、明日からまた釣らせていただきますっていう、はい、大切に扱って楽しませていただきましょう、はい、北米大陸で開業を追う旅最終日。フレーザー川は濃い霧に包まれました。朝7時、この日も船は魚群探知機の反応を頼りに進みます。この2日間当たりのない竹石さんとすでに2メートル28センチのホワイトスタージョンを釣り上げている水野さん。目標はただ一つ、3メートル超えです。それぞれこの日の第一投、はい、来てる、来た。するとあっという間に水野さんに当たりが来ました。あ、やばい、グローブしない。ものすごい勢いで糸が出続けます。頑張れ、止めて。これこれです。サポートに回る竹石さん。 Your anchor is up here. じりじり行くね。じりじり200メートル以上糸が出ました。できるだけ距離を縮めようと巻き上げる水野さん。持っていくときの力すごいですね。これは結構いいサイズ。しかし再び魚が逆襲します。水野さん、再び巻き上げますが、魚はすぐにその分を取り返しました。釣り始めて20分、竹石さんがジンパルという道具を取り出しました。ジンパルは竿を固定させ糸を巻き上げやすくする効果があります。これぐらい締めて大丈夫です。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、
すごい楽になった。少しずつ魚を引き寄せる水野さん。しかしなおも魚は糸を水中へ運び込みます。The world's strongest fish is the Fraser River white sturgeon. How are you doing? You tired, aren't you? Probably three. Are the fishes going to kill you? これまでにない力と力の対決になりました。まだ行くか。体力勝負なら負けねえよ。You wanna trade? Change? Change size? Yeah, change size. I'm trying to encourage this fish to go into the shallow water. Oh, okay.すでに40分が経過。しかし魚は一向に姿を現しません。50分が経過したとき、巨大なホワイトスタージョンついに浮上してきました。 OK, going to shore. OK, please go ahead. Can you jump in the water? Yeah, you can come in. OK, can you hold it? Yeah.とてつもない巨大魚。ブライアンさんにとっても今シーズンの最大級です。果たして目標の3メートルに届いているのか。2メートル96センチのホワイトスタージョンは今年この地域で取れたベスト5に入る巨大魚です。推定体重は220キロ。目標達成と言っていい大きさです。一人で持つのは無理ですもんね。タケさんそこ持っていてください。Okay. Yeah. Roll over. いった。よし。すごいな。バイバイ。It's gonna be alright. Is he gonna be alright? He'll be okay. But he's gonna be very tired for a few hours, like you. Thank you.For such a tiny woman, must have big power. Yeah? なかなかね、こういうのは2本揃わん。いや、でもあれぐらいのサイズがいるっていうのが、なんかすご
ですね。大きい夢を与えてもらったなっていう感じで嬉しいです。でも欲が出るもんで、微妙に3メートル届かなかったのがすっごい悔しいです。まだか。ただ今日はもう限界だ。多分ペットボトル開ける力もないですよ。超気持ちいい水。最高や、最高や。北米大陸に開業を追う今回の旅、大自然が持つ底知れぬパワーを感じることができた10日間でした。いわゆるその北米に持ってるイメージってあるじゃないですか。例えばアジアと対比してだったり、日本と対比してすごく豪快だったり大柄だったりパワフルだったりっていうのが、もう本当にどの魚にも当てはまる。大きいしパワフルだし、その生息環境もそうだし、食性だったりアタックだったり、もう全てがやっぱり、あ、さすがアメリカ、さすがカナダ、さすが北米大陸っていうのをもう本当に見せつけられましたし、もう全身で感じることができて、もこれ以上ないです、ね、なんかもう素直にでかいですね。やっぱりただでかい。それがなんかただでかいっていうのが素晴らしいって僕思ってて、いや、でっかい魚はやっぱ美しいです。ただ人間って欲深いですね。もっと釣りたい。もっと大きいの釣りたいし、はい、もっといろんなの釣りたいです。はい、次どこ行きますか。どこがありますか。世界広いからね。ですよね。次に訪れる場所には一体どんな怪魚が待ち受けているのか。怪魚ハンターの旅は続きます。その後船の上に一人竹石さんの姿がありました。どうしても満足できる大物に出会いたいと戻ってきたのです。来てる来てる。ついに竹石さんの竿に当たり、かなりの大物のようです。姿を現した怪魚は2メートル71センチ。長さでは水野さんの獲物を下回るものの、圧倒的な胴回りの太さ。推定体重は驚きの250キロ。ブライアンさんも太鼓判を押す超大物となりました。アニマルです、アニマル。やったー、やがった、終わった、すごかった。
Yeah.